さあ始まりました。ポジドラどうも大竹春かで、えー、ございます。先日、というか昨日ですね、えー、新しい外国人選手の獲得の、えー、一方が舞い込んできたと、えー、ボスラー選手という、えー、まあ一塁手三塁手、まあ外野手もできる左バッターを取った。 ね、えー、左の長距離砲が、えー、ずっと欲しかった中で、えー、かなりいい補強になったんじゃないかなとは思うんですが、まあ、一体どういう選手なのかっていうね、えー、ところ、最近ですね、外国人選手、あ、当たりだなっていう選手って正直なかなか、えー、ドラゴンズにおいてはいなかった。まあ、カリステ選手なんかはね、えー、頑張ってくれていますけれども、目玉の補強であった選手、外国人選手、スケット選手がなかなかこう、えー、期待通りの活躍をできなかった。 ということで、ただ、まあ、そういう。 今までで活躍できなかっった人ってやっぱりね、こう、メジャーですとか、マイナーですとかの成績をこう、見てみると、まあまあ、活躍できなかった理由が分かってくるというかね、弱点が結構明確にあって、日本のまあ、コントロールのいいピッチャーがそこをどん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 ついてくる。それでまあ、打てないというね。例えば、アキーノ選手なんかはね、もう来る前から外え外角が打てないなんていうね、えことが指標によって分かっていたわけですけどじゃあ、このボスラー選手は一体どう そうなんだというところがやっぱりね、気になるところで、えー、まあ、ある程度ざっくりこう調べて参りました。ので、お付き合いいただけたらなと思います。ちょっと難しい指標なんかもね、こう今回いっぱい出てきますけれども、えー、僕が解説するので、まあそういうことなんかぐらいで、えー、思っていただけたらな、いいかなというふうに思うわけでございます。 その前にまずざっくり個人情報というかね、基礎知識として、まあ、ボスラー選手、1993年生まれだよと。ね、30超えてますね。93、31、来年32か。ちょっと年、年齢的なものは、まあ、ちょっとい、いっているって言い方でいいのかな <laughs>。ね、まあ若くはないぞというところですかね。で、まあメジャー経験もあるマイナーリーガーとして、マイナーリーグで去年活躍をしていたんだと。 え特にですねえ、去年はマイナーリーグで3割30本ねえ、記録してるよと。この OPS もかなり高いよというところで、期待がかかる選手になっています。ね、まあメジャーでもまあ100試合以上経験してるよと。 で、マイナーリーグでも、えー、オールスターに選出されているような選手で、えー、まあ、今年こう、まあ、えー、外れてしまってですね、まあ、韓国野球なんかもね、KBO なんかもま、狙ってたよなんか、というね、記事も出てたり、えー、しましたけれども、今回めでたくドラゴンズが獲得したというわけで、えー、ございます。 では、早速ね、えー、成績見ていきましょう。まずね、こう、マイナーリーグ、えー、トリプル a での、えー、成績をまとめてみました。基本的な成績が、まあ、この辺にいたらんとね、えー、出しておきましょうか。えー、これ見るとですね、OPS がまず非常に優秀だと。まあ、あ、えー、マイナーリーグでは敵なし、3A では敵なしだぞ、というところ。ただね、まあ、国際試合なんか見てるとね、こう、えー、トリプル a の選手結構出てきますけれども、日本のね、 ピッチャーレベル高いなってやっぱ最近ね、非常にこう思っていたので、まあ、これのぐらいの活躍できたらまとんでもないことですけど、ちょっと日本のね、ピッチャーあるいはピッチングスタイルに対応できるかどうかはまた微妙なところかなというところです。 その根拠としてですね、やっぱね、三振率がね、高い、三振が多いですね。ん、で、日本のピッチャーね、まあ、いやらしくいやらしく外のボール投げてきますから、そこをこう、対応できるかどうかっていうのがやっぱり一番の、こう、問題、課題になってくるんじゃないかなっていうふうに思います。で、対して、えフォアボールの率はまあ、そんな高くないとね、いうことで、まあ、ガンガン積極性のあるバッターという言い方もできますが、ちょっとね、うん。 この表だけ見てると、ああ、三振多いタイプかなっていうことは言わざるを得ないのかなっていうところです。で、まあメジャーの成績もね、一応出しておきましょうか。まあこれも同じことが言えますね。えー、やはりですね、三振がやっぱ多いかな。まあ特にですね、2024年今シーズンは、まあ、えー、三振率が30%ですか。 30%って言うと10回に3回三振してるわけですから、えー、まあ三振は多いよね、というね。えー、ここちょっと怖いよね。<laughs> もうね、やっぱね、三振多いバッターってね、なかなかこう、いいイメージが、えー、最近のドラゴンズのね、名前はあえて出しませんが、ちょっと嫌な予感はやはりしているというところですかね。 じゃあなんでそんな三振多いのっていうところを見てみると、詳しく、より詳しく見てみるとですね、まあゾーン内、ストライクゾーン内に来たボールは、まあなかなかまあ触れている方、まあ良くはないですね。めちゃめちゃいいっていう方じゃないんですが、まあそこそこまあ普通ぐらいかな。ただこのボールを振る率が高いですね。えボールを振る率がですね、去年で言うと、 30%超えてる。ね、えー。やっぱりこれアウトコースじゃねえかなってね、思ってるんですけどね。うん、ここ、我慢できるかどうかかな。 まあ、要するにこの表を見てると、ボール球を振ってボール球を空振りしてるよね、というところですね。このボール球を当てる率みたいなのもここ出てるんですと思うんですけど、例えばこれ岡林選手で言うと、えー、69%ぐらいはボール球当ててるんですよ。要するに、こう、外にこう逃げてくる球をこう、多分ね、こう引っ掛けて、なんとかファウルにできてるというところなんですが、ただこのボスラー選手に関しては、えー、去年で言うと50%、えー、空振りしてる。 えちょっと厳しいところがありますね。ちょっとね。えー、まあドラゴンズファンの我々にとって今年のヤクルトの長岡選手なんかすごく嫌なイメージがあるんですが、長岡選手のね、このボール球を当てる、コンタクトする確率を見てみると、今シーズン76%だと。ね。あまあ、それはなかなか三振取れねえよなっていうところに対して、えー、ボスラー選手は50%しかないと。 まあ、ガンガンスイングしていくタイプなんだろうなっていうことは、まあ、こっから、なる、ある程度予測ができるかなというところですかね。で、続いてですね、これは、えー、まあ、どういうバッターなのかっていうのをより詳しく見てみます。まずメジャーの成績。はい、じゃんとね。えー、見てみると、まあ、かなりのプルヒッターだってことがわかりますね。引っ張り屋ですね。まあ、左バッターなので、ガンガンライト方向を打っていくぜという感じ。 あまあ、去年のですね、えー、打球方向で見ると、えー、60%近く 57.、57.9%を、えー、引っ張り方向。まあ、要するにライト方向に打ってると、ね、<laughs> すごい、まあ、数字ではあるかな。やっぱ外が弱点になるんじゃねえかなって、これ見るとやっぱどうしてもね、思っちゃいますよね。で、もう一個特徴的なのが、かなりのフライボールバッターだと。打ち上げるのが得意だよ、ということで、まあ、ホームランの期待はかなりかかるかな。ね、えー、いうところです。 ただし、メジャーの今シーズンで見ると、なんかね、メジャーではゴロの方が多かった。引っ掛ける打球が多かったんでしょうね。マイナーも見てみましょうかね。こちらマイナーリーグの、えー、あれになりますけれども。やはりね、やっぱ、引っ張り屋。今シーズンで言うと45%。まあ半分ぐらいは、まあ引っ張ってるよと。まあセンター方向と合わせたらかなりね、えー、寄ってるよなっていうところですよね。GBFB、まあゴロボール、フライボールなんですが、こちらも、 えー、0.74ということで、まあフライボールのが多く打ってると。まあフライボール打つような外国人バッターはいいですよね。まあホームランの確率がその分上がっているわけですから、ここはすごくいいと思います。で、HRFB、まあフライボールとホームランの割合ということなんですが、これがまぁ、2024年では21%、まあフライボール上げた中で21%がホームランになってるよと。ね、結構すごいいい数字なんじゃないかなっていうふうには思います。 さあまあいろいろちょっと数字の話なんかしてきましたが、ここの数字を見る限り言えることは、まず、三振が多い。その三振が多い理由はボール球に手を出しがちだから。そしてですね、バッターのタイプとしては、引っ張り屋さん。 引っ張り屋さんでフライボールが多い。つまり、えー、ボールをよく振る。そして引っ張り屋。こっから見えることは、やはりアウトコース、落ちる球なんかがちょっと心配かなっていうふうには思います。ね、手が届けばいいんですけどね。ちょっとね、あのー、バッティング見てきたらですね、結構こう、なんて言うんだろう、えー。ホームベース側に踏み込んで、外も強引に打つみたいなスイングをしていたので、えー、もしかしたら、えー、対応できるし、まあ甘いところにね、 来ればワンチャンあるんじゃないかなと。だから僕の予想としてはオープン戦はガンガン打つんじゃねえのと <laughs> いう感じはしてます。そしてまあシーズン始まってその外の 見極めですよね。ボール球振る確率は高いんだから。だから、それさえ見れるようになれば、えー、すごい活躍できるんじゃないかなっていうところがありますよね。えー、ファースト、サード。まあ、サードの守備に関してはどうなんだっていうところがあるようですが、まあ、ファーストはまあそこそこ上手いと。で、外野手も練習するんだというところで、チャンスはね、いっぱいあるのかなというふうに感じております。特に、ファーストなんかはね、えー、井上新監督が、 えー、細川選手にファーストも練習させるんだとか、割とね、こう流動的になるような気がする。多分ね、石川選手をこうサードで使いたいのか分からんが、えー、ちょっとね、まあ空いてるところは結構あるのかなと。えー、外野に関してもですね、細川選手が外野入るとして、まあ岡,場岡林選手、あと一つは空いているわけですから、えー、特にレフトなんかでの起用が増えるんじゃないかなというふうに思います。 まあ、カリステ選手とね、こう併用していくのとかもありなのかなっていうふうにね、得意なピッチャーは、えー、得意なバッターが打つという考えで、えー、そういうところもいいのかな。特にね、アウトコースが打てないっていうことは左ピッチャーに弱いんじゃないのかなっていうふうには思っているわけですね。左ピッチャーの外に逃げていくスライダーみたいな球がなかなか苦手になってくるんじゃないかなというふうな予想をしているわけです。 まあただこの予想はね、ぜひ外れてほしいなというふうに思っているわけですね。えー、英雄的活躍をする選手が久しぶりに見たいぞというところでですね。まあビシエド選手もまあ抜けて対談してしまった中、えー、次の救世主は誰になるのかというところで、今シーズン、来シーズンか楽しみにしたいと思います。以上、ポジドラでした。ナイスゲーム